ヨニーレップこと、ニコラースレップは、オランダの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW。1970年代のトータルフットボールの中心選手の一人であり、長髪をなびかせた、プレースタイルが特徴的であったことから、オランダにおける、ジョージ・ベストのような存在とも称される。レップは FC ・ザ・アンダムの下部組織で育ち、16歳の時に、 アヤックスアムステルダムの下部組織へ移籍。ユースチームで1年、リザーブチームで2年を過ごした後、1972年夏にトップチームに昇格した。当時のアヤックスは1971年と1972年の UEFA チャンピオンズカップで2連覇を達成したばかりであったが、早々に出場機会をつかみ、同年9月に敵地で行われた。 インターコンチネンタルカップ CA インデペンディエンテ戦に出場するとこの試合で2得点を挙げ勝利に貢献した。翌1973年の UEFA チャンピオンズカップ1972から73決勝、ユベントス FC 戦ではヘディングで決勝点を決め大会3連覇に貢献した。1975年からは国外へ活躍の場を求め、 スペインのバレンシア CF で2シーズンを過ごした後、レアルマドリードへの移籍の可能性が浮上したが、合意には至らず、1977年からは、フランスの SC バスティアへ移籍した。バスティアは前シーズン限りで、ドラガンジャエッジが退団したが、その後釜として、チームに加わると、UEFA カップ1977から78順優勝に貢献、同シーズンには、 リーグ年間最優秀外国人選手賞を受賞した。1979年からは、エースサンテティエンヌへ移籍すると、フランス代表のミシェル・プラティニラと共に、プレー1981年のリーグ優勝に、貢献したが、チームの成績が、下降戦を辿るのと時を、同じくして、チームを退団した。PEC、ズボレに1シーズン在籍した後、 1984年に引退したヨハン・クライフの後釜としてフェーノールトへ移籍したが多くの結果を残すことはできず、1986年末に HFC ハールレムへ移籍した後、1987年限りで現役を引退した。オランダ代表としては1973年5月2日に行われたスペインとの国際親善試合でデビュー。 1974年に西ドイツで開催された 1974FIFA フフワールドカップでは1次リーグのウルグアイ戦で2得点、ブルガリア戦と2次リーグのアルゼンチン戦で、それぞれ1得点の合計4得点を決め大会、準優勝に貢献したが、決勝の西ドイツ戦では、決定的なシュートを外し優勝を逃した。 1978年にアルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップでは1次リーグのスコットランド戦で強烈なミドルシュートを決めて1得点2次リーグのオーストリア戦で2得点の合計3得点を決めに大会連続の12優勝に貢献したその後監督のケースライフェルスと対立したため代表から外れたが 1982FIFA ワールドカップ予選で若手中心のオランダ代表が苦戦していたこともあり、1981年にルートクロルラと共に呼び戻され終盤の4試合に出場したが、最終戦のフランス戦で敗れ、本大会出場を逃すと、この年を最後に代表から退いた。レップはオランダ代表として、 国際 A マッチ42試合に出場し12得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、オランダ国内のズワルテス・ハペン、FC ・オムニワールド、VV ・テクセル94、RKSV ・パンクラティウスなどのクラブで指揮を取った。選手時代は主に右のウィングとしてプレーし、ドリブル突破を得意としたが、常に右サイドに止まるわけではなく、 センターフォワードの位置でプレーすることもあり、往年のサッカー選手であるファース・ビルケスと比較をされることもあった。また、アヤックスやオランダ代表の同僚だった右、サイドバックのビムシュルビアが攻め上がった場合、彼の開けたスペースをカバーするなど、流動性の高い選手だった。チーム内では、傲慢な性格とみなされており、アヤックスやオランダ代表の中心選手だった。 ヨハン・クライフと対立することも辞さなかった。レップは2016年のインタビューで、クライフは教師のように振る舞っていた。我々の関係はピッチを除いて良好ではなかったと証言している。一方で、高達者で社交的な面があり、試合中の深刻な局面において冗談を言って周囲を和ませた逸話も残されている。ありがとうございます。